ゆうです。ゆっくりマリオ USA 実況してみた。普段はドラクエ2の実況をしているゆうです。初めて私の動画を見る方もいると思いますが、今日で実況を初めて1ヶ月になります。というわけで単発の予定ですが、マリオをプレイしてみます。幼稚園か小学生だった頃に何度かやったことがあったと思います。初プレイじゃないとは言っても、昔のことなので全然記憶にないです。それではまずはマリオで始めます。始まりました。A ボタンでジャンプできるみたいですね。敵がいます。これは誰ですか？マリオカートにはこんな人、いませんでしたよね？カブをぶつけてあげました。それでは、ドアに入ろうと思います。外に出ました。ヤシの木とかがあって、南国の雰囲気ですね。カブを投げる。避けられた。危なかったです。こんなとこでは死ねないです。鳥もやっつけました。USA ってことは、舞台はアメリカですよね。ここはハワイだということにしときましょう。どうやって上に行くの？上の草を引っこ抜きたいです。できました。上を押すと登れるみたいです。何か出てきました。薬？なんでこんなのが埋まってるの？どこでもドアです。ここはどこ？夜になりました。キノコがあります。あれ？キノコを食べたら大きくなるんじゃなかったっけ？でも左の赤いダイヤが一つ増えました。それでは進めます。2匹いっぺんにやっつけました。箱を投げます。地震が起きたみたいです。ハートを取ったけど何が起きたの？一本橋です。どうして丸太に株が埋まってるの？渡り切りました。この丸太に乗るのかな？ジャンプ。ジャンプ。渡れました。うまいでしょ？ここまではスイスイ来てるよね？キノコを抜きました。キノコが土に埋まってるとかって面白い発想ですね。さすがアメリカ人の考えたゲームです。あれ？爆弾ですか？爆発しました。今度は甲羅です。いろんなのが掘れて楽しくなってきました。星が出てきました。確か無敵になるんでしたよね。ほらね、やっつけました。順調すぎて逆に怖いです。この黒いところに入れるのかな？入りました。この音楽は何？何が起きてるの？下を登ります。滝も流れてて、マイナスイオンがいっぱいありそうです。出てきました。今度は上に来ました。この人も投げれるんですね。投げれるのは野菜だけだと思ってました。どこでもドア、キノコがあります。また左のダイヤが増えました。これは何の効果があるの？株が大量にあります。全部引っこ抜いちゃいました。農家の人、ごめんなさい。雲の上に来ました。雲に乗れるんですね。メルヘンですね。この黒い人たちは、ずっと跳ねてますね。悩みとか何もなさそうです。株をぶつけちゃって、ごめんなさい。あれ？生き返ってます。きっと教会にお金を払って、生き返らせてもらったんですね。私なんて、教会に払うお金がなくて、何度も苦労しました。一体パウロを生き返らせるのに、いくら使ったんでしょうね。
可愛い虫がいます。虫は嫌いですが、これくらいなら可愛いので許せます。さらに上に行きます。あれ？音楽が変わりました。ここが頂上なのかな？誰かいます。ボスですか？白くて丸いのを吐き出してます。あれ？上に乗っかって飛んでいきました。今のは卵ですか？こんなにポンポン卵を吐けるなんて驚きです。きっとこの卵をぶつけるんですね。理解しました。てか、ピンク色をしてますが、これってデッテイルの恋人ですか？恐竜みたいですね。あれ？うまく乗れないんですけど。もう2回もぶつかっちゃいました。卵を持ちました。ぶつけてみますね。やったー。ダメージを与えました。この調子でやっていきます。今乗れそうだったのに、なかなか難しいです。よし。あれ？せっかく取ったのに、もったいないです。今度こそ。あと何回当てればいいの？拾いました。投げる。やったー。やっつけました。これを取ればいいの？鳥の口が開いたので入ってみます。クリアかな？スロットですか？外れ。外れ。何回できるの？惜しいですね。また惜しいです。また選手を選べるみたいです。今度はこのキノコでいきます。誰かが飛んでます。魔法の絨毯ってことは、乗っかってる黒い人はアラジンですか？右からジーニーも飛んできました。アラジンに絨毯を貸してもらいましょう。なかなか貸してくれません。おとなしく貸しなさい。借りました。これで私がジャスミンになりました。ジーニーがたくさん飛んできます。ぶつかったら体が小さくなっちゃいました。でも頭脳はそのままです。バーローとかって言っておきます。どこでもドアです。キノコだ。共食いです。でも大きくなりました。キノコを食べれば体が大きくなるみたいです。コナン君にも紹介してあげたいです。コナンの最終回は、キノコを食べて元の体に戻るってストーリーになると思います。扉に鍵がかかってます。赤い扉なので、これを開けるには金の鍵が必要なのかな。鍵がかりの私はここにはいないんですよね。ドラクエに鍵っ子ゆうってタグがありました。面白いタグありがとうございます。でも金の鍵はどこにあるの？壺に入れました。ありました。金の鍵です。金の鍵を手に入れました。仮面が追ってきます。ホラーゲームですか？ちょっと怖いです。鍵を使いました。スターもとっても敵になりました。爆弾がいっぱい出てきます。行き止まりです。あれ？壁が壊れました。爆弾で壊せるみたいです。失敗しました。もう一度。壊せました。通ります。
口からピンポン玉を出してきます。やっつけました。また爆弾で壁を壊すみたいです。順調に壊していきます。昔、ボンバーマンって、お兄とよくやったんですよね。ルーイって言うんでしたっけ？あの動物が可愛くって、お気に入りでした。カンガルーを飼いたいです。サクランボを集めると、どんな効果があるの？ジャンプしても届きません。この人を踏み台にするんですね。ほらね、うまいでしょ？株を大量に抜いちゃいました。アメリカって株の生産量が多いのかな？勉強になります。穴があります。入ってみます。この音楽はもしかして、またでっていうの恋人です。もう倒し方はわかってるんだからね。サクサクやっつけます。この俊敏な動きを見てください。やっつけました。これで2面をクリアです。スロットはいつも惜しいんですよね。今度はピーチ姫にします。アイリンじゃないですからね。タカヒロでもないですからね。滝もあって綺麗なところですね。前に進んでいきますね。扉に入ります。キノコを取りました。キノコはみんなの好物みたいです。私もキノコは結構好きです。でもキノコが嫌いな人って結構多いですよね。皆さんも好き嫌いしちゃいけませんよ。やっぱり穴に落ちたら死んじゃいますよね。慎重に行きます。無敵になりました。上にある草を抜きたいです。丸太に乗って。無理です。私にはできなさそうなので、諦めます。どうせただの株なんだからね。大きい株と小さい株って、何が違うの？やばい。狭かったですが、うまく避けました。私にもマリオのセンスがあるのかもです。ちっちゃくなっちゃいました。黒い人が穴にどんどん飛び降りていきました。カブ、投げる、避けられた。ああ、死にました。初めて死んじゃいました。もう一度です。あれ？ A ボタンを押したつもりだったのに、そんなに何回も死んでられないんだからね。こんなところは飛んで、いけませんでした。今度こそ。慎重に行きます。扉に入ります。上に行けばいいのかな？丸くて黒いの、かわいいですね。かわいいので、名前をつけておきましょう。黒田さんにします。上の床に乗りたいんですけど、高さが足りません。ピンクの人を足場にしようと、思ったけど落ちちゃいました。ごめんなさい。ここに何かがあるのでこれを、使います。キノコ型のブロックですか？結構、頭を使うゲームみたいですね。あと一つで登れそうです。やったー、登れました。どんどん登っていきます。黒田さんがいっぱいいます。また足場が必要みたいです。取りに行きますね。ありました。ピンクの人も復活してます。
足場を持って上に行きます。着きました。これをここに置いて、上に登ります。黒田さんにぶつかっちゃいました。小さくなっちゃいました。扉に入ります。鍵があります。あれ？登れません。もう足場は残ってないですよ。どうしたらいいの？積んだの？あ、黒田さんにやられちゃいました。ゲームオーバーです。マリオはやっぱり難しいですね。でも3面まで進めたのはすごくないですか？せっかくなのでこの緑の人にも出番をあげます。緑の人の頑張りを見ながらお別れしますね。私にはマリオは難しすぎました。やっぱりこれはシリーズ化できそうにないです。引き続きドラクエを進めていくのでこれからもよろしくお願いします。バイバイ。